Everyone, good morning. Waking up early. Early in the morning. FM Osaka. Laugh and music room. Ice cream voice. Ice cream voice. 皆さん、おはようございます。ラフ&ミュージックルーム、アイスクリームボイス、LDH3 人組ガールズユニット、アイスクリームのひなたと、るいとゆなです。2月に突入しました。早いことに、2月にもうなってしまってるんですけれども、先週も少し触れましたが、受験生の皆さんは一番今大切な季節ですね。そんな大事な時に嬉しい報告メールが来ていました。読むのが少し遅くなってしまったんですけど、すいません。ラジオネーム大阪府のあゆみちゃん、アイスクリームの皆さん、おはようございます。今日は私事ではありますが報告があります。実は第一志望大学合格しました。おめでとう。すごいな。はい、リリースイベントも7月に行ったっきり行けてなかったけど、毎日のようにアイスクリームの曲を聴いて頑張ることができました。ありがとうございます。2023年もアイスクリームの曲を聴いて、4月から始まる大学生活楽しみながら様々なことを乗り越えていきたいです。そして2023年はアイスクリームのみんなにたくさん会いに行って、私からもアイスクリームに愛を届けられますようにとのことです。嬉しい。まずはおめでとうございます。はい、今年たくさんお会いできたらいいなと思いますね、うん、素晴らしいキャンパスライフをぜひ送ってください。私もあの JK を卒業するということなんですが、そうだね、うん、3月、はい、もうすぐあと1ヶ月ぐらい、ね、はい、新しい生活は楽しみですか？楽しみですそうだね、うん、なんかひなたも自分で言ってるけど、うん、その高校卒業した後の自分の身の回りのなんか友達とか、うん、こうちょっと環境が変わるわけじゃない、はいはい、だからなんかそういう時になんかどういう新しい友達とどうやってどこで巡り合うのかなとか、うん、なんかそういう話をねしてたりしてるし、ね、こう地元とかもみんなこう高校卒業したらまたこうできることが広がって、うん、やれることが広がると思うので、なんかそうなった時のなんかこう今まで一緒にいたメンツのこう関わり方とかもすっごい楽しみで、うんうん、ちょっとあの、まあ、JK を卒業するのは寂しいんですけど楽しみです、うん、はい、ということで、それでは、1月20日に配信された新曲をお送りしましょう。アイスクリームで Love Me Better。 Love Me Better。 ずっと変わりたかった だけど今は Where you are Love Me Better。 Change このまま の自分だと不安だったろう。抑えるトレンドメイクアップオンで完璧な私なら愛される。そう思ってた君と出会って本当の素顔を見つけたから。 I love you love you love you そう自分に濡れる。 When I'm with you 愛してる。 I promise 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 同じくらい君に。私にあげたいのは Self Love。 心の中愛が溢れて Giving it to ya。 君に好きという瞬間もっと自分愛せる。目を閉じ未来をイメージ隣に君がいた。 I love you love you love you そう自分になれる。 When I'm with you 愛してる。
FM 大阪ラフ&ミュージックルームアイスクリームボイス、アイスクリームの日向とルイとユナがお送りしています。2月です。寒い日が続いていますが、まだあと1ヶ月ちょっとくらいは寒い季節がね続きそうなんですけど、3人は寒さダメですよね。ダメです。知ってくれてるんだね。うん、ダメ。そうですね、寒い、まあ暑いよりは寒いの方がいいけど、わかる、嫌だ。でもね、今年ね、ルイね、暖房一回もつけてない。ユナもつけてないよ。うえーい。私は暖房はめちゃくちゃつけてますね。でもなんか、例年と比べてっていうんですか、なんか、あんまり厚着してない、今年。あー、でも、昨日言ってたよね。そう。わかんなくもないかも。なんかちょっとだけあったかいかも。うん、なんか服の、こう感じを見てるとあんまりダウンとかも着てないし、確かに、ね、なんかマフラーとかもそんなにつけてなくて結構薄いかもって思ってる。なあ、まあでもわからんくもない。なんかちょっとさ、ね、寒さに慣れてる時期が長いなって感じする。うん、うん、うん、わかる。うん、うん。どんな寒さ対策をしてますかって言って、マフラーとか手袋とか帽子、ネックウォーマー、ヒートテック、カイロとかいろいろあるんですけど、私的にはルイユナは本当にヒートテックを着るのが早い。うん、だって11月の前半から来たではね、うん、なんかもうヒートテック着てるみたいな。なんか寒いっていう思いをしたくないんです。ああ、そうなんだ。だからできる限りの対策はしていて、できた、うんうんうん、でもさ、もっと寒くなるわけじゃん。そうね。だからこうさ、そのもっと寒くなったらどうするのっていつも二人に聞いてるんですけど、そしたら極暖を着始めてで上がダウンになって、そうそう、になって、で重ねていく。秋にヒートテックを着るのはまだ秋服を堪能したいから、はいはいはい、素敵のままでも外に出たいから中に仕込むんですよ。はい、確かにね。なるほどね、うん。ではここでちょっと便利で、仕事場でも勉強中にも素早く暖かくなるグッズを紹介したいと思います。めっちゃ知りたい。3人も知っているもの、すでに使っているものあるかもしれません。まずは、1つ目、スマートウェアラブルエアコン。はい、かっこいいですけど、最近夏に首にかける扇風機が、ヒットしましたが、こちらはエアコンなので、冷房暖房が切り替えられて、夏は涼しく冬は暖かくなる首にかけるエアコンらしいです。USB 充電で動くのでケーブルレス、価格は数千円から数万円まであるので、デザインや機能を見て購入するのもありかもとのことです。すごい。風があったかい。だからもう、うん、首にエアコンがつけられる時代なんです。どんな時代？すごいね。やばいね。でもこれ夏見かけましたね、かなり。うんうん、結構流行ったよね。うん、私たちのメイクさんも必ずこれをつけてましたね。確かに。けどさ、暖房さ、すぐそばにあるってさ、乾燥しない？まあ、でもさ、いざとなると首が熱いとちょっとさ、なんかモワモワしない？確かに。タートルネックをずっと一日着てたりすると、もわもわする、意外となんかこう、確かにね、ね、まあ、好みはあるかもしれないですね。では2つ目、 USB カップウォーマー。はい。オフィスや家で温かい飲み物を飲むとき、すぐにカップが冷たくなり飲み物が冷めてしまいます。うんうん。このカップウォーマーは台の上に飲み物が入っているカップを置くだけで50から70度くらいにキープしてくれるというものです。陶器、ガラス、ステンレスなどのカップに対応していて、ただしペットボトルや底が浮いているカップは、温まらないみたいなんですけ ど、これ初めて知った。これいいね。めっちゃいいよね。なんかそれこそなんかオフィスで働いてる方とか、うん、こうデスクワークが多い方とかだとめっちゃいい、ね。なんかさ、外でさ、コーヒーとか買ってきてさ、カップだったら浮いてるのかもしんないけど、うん、なんかそれをマグカップとかに入れる方もいるじゃないですか、ね。うん、だからそのまま温まるってめっちゃ欲しいぐらい。いいね。うん、はい。そして3つ目、これは結構私たちにも身近かなと思うんですけど、モフモフルームシューズ。はい。フローリングの部屋ではとにかく足が冷えます。足首まで覆うので足が冷えにくく、滑り止め付きなのでフローリングにはぴったり。これいいね。これいいね。履いてる。履いてる？履いてる。いいね。私も最近スリッパデビューしました。おいいじゃん。私はね、あれが欲しい今。こたつソックス。そんなあんの？なんかめちゃくちゃ
あの普通のモフモフってさ、あったかくなる機能とかじゃなくてさ、うん、普通のモフモフの生地だけど、うん、それはもう温まる、例えばヒートテックを着るみたいな、履くみたいな、めっちゃいいやつが流行ってる。すごい、そして最後に、足元ヒーター、うんうんうん、パネル型のヒーターで足元が素早く温められ、これに、膝掛けをかけると一人用こたつになるそうです。またパネル型なので薄型で収納にも便利。わー、これちょっと見たことある。実際に自分使っていい、ね、まだ使ったことはないけど、うん、有名ですよね。うん、有名だ ね。でも一人こたつできるんだね。めっちゃあるね、こう見るとすごいね。でも私最近あれをもらったんですよ、布団乾燥機。何でしょう、あの風を送り込むやつ。布団を暖かくする、自分が寝る前にこう敷布団と掛け布団の間にそのシートというか空気が入る、なんかね、まあ、棒みたいなのを入れて、すごい風をこう送るの。そしたらもう布団の中が超こう暖かくなるやつをもらったので、それを使って寝てます。余計出れないよ、布団から。そう、もう心地よいよ。だよね、うん、本当に。はい、いかがだったでしょうか。気になったもの、実際に使ってるものありましたか。どれが一番気になりましたか。私はね、USB カップを。ルイも、ね、おアイスクリーム3人に共通すると思うんですけど、結構なんだろう、カフェラテとかさ、うん、コーヒー屋さんでさ買ってさ、ね、やることが多いじゃないですか。だからめちゃくちゃいいなって思います、ね、あったかい方が美味しいしね、うん、はい、ぜひね、気になったものあったら皆さんもチェックしてみてください。それではここで1曲お送りしましょう。アイスクリームでホワイトラブ。満天の星が降り注ぐ夜にかじかむ指重ねながら二人歩く白い声かけてくれた包まれながら心にそっと隙が積もるよ。君と過ごす日々を幸せと呼ぶのかな。舞い踊る空雪二人の恋を彩ってありふれた時間もドラマに変えてくから、だってまた会えるのにね。帰り道は寂しくれて、その笑顔を引き止めたくなる。次の街も歩幅も口ずさむかも。同じになってきたね、こんな奇跡わけあって。
さの他にも冬は乾燥するので、肌や唇には大敵です。皆さんは乾燥対策してますか？ゆいちゃんしてます？今ちょうど唇が乾燥していてですねもリップを塗りたいなって思ってます。ニベアの高保湿リップクリームが好き。あー、わかるよ。私もニベアのリップね、いいですよね。けどあれもいいよね、韓国で流行ってたさ、ピンクとかのさ、うん、なんだっけ、こういうさ、四角いやつ。あー、わかるわかるわかる。名前が出てこない。チップで撮ってね。あ、そう、チップで撮るやつとか、リップだよね。あの、私はちょっとアイスクリーム乾燥代表なんですけど、はい、あの、本当にもう手といい、顔といい、うんうん、もうカサカサなんですよ、年中。だから最近もう絶対直そうって思って、もう本当にもう夜もうテカテカ、ベタベタで寝てます。いい方なんかいいやつを見つけてですね、はいはいはい、乾燥の。ちょっとハンドクリームってベタベタして携帯とか触るのあれじゃないですか、つけた後、うん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 、なんかこうどこにでも使える、そう、スティックの、 あのオイル的なのを見つけたんですよ。それこれをもう、あ、はい、乾燥って思ったらこうすぐつける。じゃあ乾燥って思ったら遅いんだよ。あ、そっか。そう、だからあのよくさ、飲み物とかもさ10分に1回って言うじゃん。確かにね、水分補給。そう、だから飲み物飲むと一緒にやればいい。仕込むのがいいのか。そう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 、そう、だからいろいろ最近あの気にしては。すごいね、そんなあるの。そう、いるんですけど、あとはアーティストにとっては喉にも注意を払ってると思いますが、喉ケアはどんなことをしていますか？私はね、この前見つけたんですけど、あ、喉がね一緒に痛くなった時があって、うん、その時にお母さんが送ってくれた本当にガチのマナカハニーがあって、うん、もう瓶で、で木のスプーンでしかすくっちゃいけないマナカハニーがあるんですけど。何それ。それをもうその木のスプーンにとって、もうそのまま飲むの。飲むというか、なんだろう、舐めるいい、うん、だけど、それが、まあ、ちょっと独特な味はするけど、うん、次の日寝て起きたらもう痛くなくなってたんですよ。へー。だから結構それを私おすすめです。なんかでもマナカハニーは結構なんだろう、偽物とかも売られてるみたいなので、そうなんだ。なんかそこは注意が必要らしいんですけど。へー。ウィちゃんは？私は加湿器が現在進行形で欲しいと思っていて加湿器を、なんかでもこれっていう加湿器を、まあね、まだ出会っていなく、なんかそのインテリア的にもね、だからもう、でも乾燥がすごかったんで、もう家の至る所に水を置いて、あ、やるよね、生活してました。もうお湯溜めたり、お風呂お湯溜めたり、うん、あとタオル濡らしたりする、ね、あ、そう、それいいよね。私もそれやってます、うん、それにハッカ油でしてた、ね、もうずっと、ね、もう合宿の時からどうです、これはもう、うん、そうだね。でもそれ本当にいいよね。そう、まあ匂いがね、こう苦手な方もいるかもしれないんですけど、薬局とかにねハッカ油売ってるので、ぜひあの寝る場所の付近に、うん、あのかけて寝ると、まあ、すっきりするかなと思います。まあ、その他にも冬はビル風が嫌だったりとか、静電気、荷物が増えるなど、圧倒的にこう嫌いという方が多いらしいんですけどでもこう食べ物が美味しかったり、まあ空気が澄んでるのがこう綺麗だったりとか、夜景が綺麗だったりとか、こう虫がいないとか、いや本当にそう、あとウィンタースポーツができるという点で、まあ好きになれるというポイントもね、たくさんあるので、はい、あのいいところを見つけて残りの冬楽しんでいければなと思います、はい、それではここで一曲お送りしましょう。アイスクリームで恋するプラネット。バスで待ち合わせ、ギャルだったママが描いた未来で夢を追い上げるの。 Let's go Future Online in a body language future 全てのザ・ Darling Honey Babe I love you 自転もらもん愛してるちゃんと伝うのがルー Babe Yeah 恋するパネット Don't get back it out の世界行こう通りだ Talking back in now romantic Happy boy imagine 待てるなんて Once upon a time 王子様をこっちから買いに行こう好きをしたら溢れる Talking back in now romantic Happy boy imagine
してる 90s 二人タンプリンボケてる時代どしゃぶりのテレフォンボックス Like a trendy ドラマしてみたいありがとう Wi-Fi Lover letter 届けこの愛言いたいことも言えちゃう 20s time シェアしてくれた好きな歌のプレイレス共感しかないよね Cut my lyric Stop wiggling 年齢を切り高まってくムード Main day yeah 恋するパネストーキーだけなのロマンティックロマンティックかけてきた目切ってちょっとファンキス刺激的絶対俺に見えるぞ世界行こう通りだときめきなロマンティック Happy boy imagine 待てるなんて Once upon a time 王子様こっちから買いに行こう好きをしたら溢れるときめきなロマンティック FM Osaka Laugh in Music Room Ice Cream Voice Ice Cream Voiceアイスクリームがお送りしてきた FM 大阪ラフ&ミュージックルームアイスクリームボイス、もうエンディングのお時間となりました。それでは最後に告知をお願いします。先ほどもお伝えしましたが1月20日に新曲のラブミーベターが配信されました。はい、ラブミーベターはテレビ東京系ドラマ花嫁未満エスケープ完結編のオープニングテーマにもなっております。ドラマそしてこの楽曲合わせてチェックしてください。そしてアイスクリームライブ I2023 も残すところ東京のみとなりました。はい、今月2月25日はデュオミュージックエクスチェンジで開催となっております。はい、テーマが約束の場所ってなっていて、まあ、皆さんファンの皆さんとこれからどんどん新しい景色を見ていこうっていう約束をする場所っていうテーマがあるんですけど、大阪公演も名古屋公演もすごく素敵な時間になってより素敵な思い出を皆さんと作ることを楽しみにしています。チケットもぜひ皆さんホームページから飛んでみてみてください。はい、この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。質問疑問何でも OK です。メッセージは FM 大阪のホームページからラフ&ミュージックルームアイスクリームボイスを選んで送ってください。来週も私たちのこと、私たちが気になっていること、流行っていることなどいろいろお話ししたいと思いますのでぜひお聞きください。ラフ&ミュージックルームアイスクリームボイス、アイスクリームの日向とルイとユナがお送りしました。寒い日が続きますが風邪などはひかないようにあったかくしてお過ごしください。それでは今日も頑張っていきましょう。ではまた来週、バイバイ。